い、カトサンパ始まりました。今回のカトサンパはですね、ここ千葉県じゃなくて埼玉県の白岡市やってきております。もう行ったり来たりしてるからどっちがどっちかわからなくなってきちゃって、ここは埼玉ですね。白岡市はですね、どうやらここにねキャラクターいますけど、梨が有名らしいですよ。はい、まあ、いろんな20世紀梨がいろいろありますけど、何梨でしょうかね。行ってみましょうか。野菜センターやってきました。まあ、道の駅みたいな感じですね。多分どうやら白岡社ですね。白岡マンっていうのは白岡麺だ。白岡麺、女性なんでしょうね。麺なんで、ね、なんかゴミ拾いが趣味らしいですから、ね、変わってますね。なんか悪いことしたんでしょうかね。罪滅ぼしですかね。この白岡社ですね、この埼玉梨っていうのはね、有名らしくてですね、まあ、こういうグミもあるんですけど、なんていうんですかね、まあ、埼玉の、これね、彩る玉って書いてる埼玉、まあ字は違うんですけど、それかけてるんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、まあ、グミとかね、いろいろありますけど、本当に出し物してるんですね。だから、ここは新白岡っていう地域なのかな。白岡市はハスが有名ということですね。なんかハス池ですか、ここ古代ハスの池ということで、今冬なんでちょっと枯れてますけど、なんか食べに来てる鳥が、あ、魚がいるのかな。夏とかじゃないかな、ハスは多分ね、こういうとこから覗けるようになってます。こうやって黒の用水路っていう、名前のね、用水路なんですけど、これはね、ちょっと見てもらったら多分こうじゃない、深いじゃないですか、こここっちが浅いんですよ。で、十字になってるんですよ、こうやって。で、これ田畑にね、水を巡らせるために結構9箇所、ここではね、白岡ではこういう用水路が、珍しい用水路があるらしいですね。はい、ということで白岡市散歩させていただきました。この盛り上がりがこれもうドラクエの世界観、ドラクエのフィールドみたいになってる。すごい、ここ鉄砲とかできそうだね、サーフスケース。